最前線で頑張っていただいているので、もう私たちにできることで少しずつでも何か返していけたらなと思いますので。赤十字病院の皆さん、いつもありがとうございます。みんなで応援しています。同じ地域のやっぱ一員として何かのきっかけになることができたらなっていうのがやっぱ学校としてもあるので、頑張ってほしいなっていう気持ち込めながら作りましたので。応援ありがとう。頑張ります。本当に言葉にならない感情といいますか、ただただ嬉しかったなと思いました。とても励まされたので、これからもお互いに頑張っていけたらなと思います。まさかああいう形でお返事いただけるとは思ってなかったので、ますます応援したいなっていう気持ちが強くなりました。